t a n d a スタンダードベース u x s t a スタンダードベースは複数の Linux ディストリビューションの共同プロジェクトであり Linux f o ファンデーションを活動母体として Linux 系オペレーティングシステムの内部構造の標準化を行うものである LSB は p a ク x 仕様シングルユニックススペシフィケーションその退屈化のオープン標準に基づいて特定の分野についてそれらを拡張している LSB の目標は次の通りである。LSB の目標は、Linux ディストリビューション間での互換性を向上させ、準拠システム上でのアプリケーションの動作を保証する、要標準規格を策定、進行することである。さらに、ソフトウェアベンダーが、Linux 向けに製品を移植したり開発する際の、調整努力を助ける。LSB 準拠製品の認証手続きが、定められている。 認証は、ザオープングループが、リナックスファンデーションの協力のもとに行う。なお、リナックスファンデーションは、フリースタンダーズ、グループとオープンソースデベロップメントラブスが合併して、誕生した。LSB には、以下のような点が規定されている。LSB は、バイナリ互換で安定したソフトウェアベンダーから独立したアビを作るよう、設計されている。広報互換性を達成するために、 それぞれのそれに続くバージョンは純粋に追加的なものとなっている。言い換えるとインターフェースは加えられるのみで除去されない。LSB は LSB からインターフェースが除去される時のためにアプリケーション開発者に十分な時間を与えるためインターフェース廃止ポリシーを適用している。これは開発者に LSB 中のべてのインターフェースに頼ることを許し驚きなしに変更を計画し、 周知する時間のためのものである。インターフェースは3つのメジャーバージョンが約11年デプリケイテッドとマークされた後にのみ除去される。LSB5.0 はそれ以前のバージョンとの広報互換性を壊した初めてのメジャーバージョンである。LSB はメンバー企業以外からの入力を受け付けないことで批判されている。例えば LSB では ソフトウェアパッケージの配布形式として LSB 準拠のインストーラーか制限された携帯の RPM 形式を指定している。デビアンは RPM より以前から Dev パッケージ形式を使っており、デビアンの開発者はそのパッケージ形式が RPM より優れていて LSB に準拠するためにパッケージ形式を変えるのは現実的でないと主張している。デビアンの パッケージマネージャーとパッケージ形式には RPM にはない機能があり、逆に RPM にだけ存在する機能もある。したがって、デビアンのパッケージ形式を RPM にするのは簡単ではない。これに対処するため、LSB ではその OS 自身のパッケージ形式については特に規定せず、単に RPM を追加サポートすることで、サードパーティーが任意の Linux システム向けにソフトウェアを 配布できるようにするとしている。デビアンはすでにオプションで LSB をサポートしているが、問題はそれだけでは収まらない。デビアンは RPM パッケージをネイティブのパッケージ形式に変換する Alian というプログラムを用意している。しかし、LSB 側はこのことでデビアンが Linux スタンダードベースに完全準拠していることには、ならず LSB 準拠と解釈するべきでないとしている。 また、認証テストスイートもバグが多く不完全であると批判されている GNUC ライブラリー主要開発者のウルリッヒ、ドレパーは LSB のテストスイートについてバグのあるテストに合格するようにした場合、ディストリビューション間で非互換が発生する原因にもなるとしている。また彼は、ディストリビューションのテストだけではアプリケーションの互換問題は解決されないと指摘し、 アプリケーションのテストをしていない点を非難している。以上を挙げた点以外では、LSB は広く受け入れられている。ありがとうございます。